天皇陛下よりお言葉を賜ります先に即位礼正殿の儀を行い即位を内外に宣命しましたそして今日ここに集まられた皆さんからお祝いいただくことに 感謝します即位から約半年多くの方々から寄せられる気持ちを嬉しく思いながら過ごしていますまたこの間様々な機会に国民の皆さんと直接接し皆さんの幸せを願う思いを私たち二人で新たにしてきました その中にあって、先月の台風十九号をはじめ、最近の大雨などによる大きな被害に深く心を痛めています。亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、ご遺族、被災された方々にお見舞いを申し上げます。 寒さが募る中避難を余儀なくされ生活再建が容易でない方が数多くおられることを案じています復旧が進み被災された方々が安心できる生活が一日も早く戻ることを心から願っていますここに改めて 国民の幸せを祈るとともに我が国の一層の発展と世界の平和を願います今日は寒い中にもかかわらずこのように大勢の皆さんが集まり即位をお祝いいただくことに深く感謝いたします。